映画隅っこ暮らし、青い月夜の魔法の子。主題歌は、バンプオブチキンの新曲、スモールワールド。そこで今回は、映画の内容に沿って、スモールワールドを改めて聞いていきましょう。多少のネタバレを含みますので、映画をまだ見ていない人は、映画を見てから、この動画をご視聴ください。まずは、曲の冒頭のこの歌詞から見ていきましょう。 ここで出てくる僕とはトカゲだと思ってみてください。トカゲは本当は恐竜ですが、もし本当のことを話してしまうと、捕まってしまうのでみんなには秘密にしています。この道しか歩いてこられなかったというのは、トカゲだと嘘をついて生きてきたことではないでしょうか。君に出会えたの君とは、魔法使いの末っ子のファイブだと思ってみてください。 次にこちらの歌詞です。トカゲの本当のことをみんなに話せないという孤独感が、分けられない一人だけの世界という言葉で表されています。隅っこ暮らしのキャラクターたちは、みんな同じ場所で寝ているようですが、トカゲは一人暮らしをしているため、寝るときは一人で寝ています。物理的にも精神的にも一人ぼっちのようです。 五人兄弟の末っ子のファイブはトラブルがあって兄弟のいる世界に帰れず隅っ子たちのいる世界で生活していますなのでファイブも一人の寂しさを持っているのでしょうトカゲがファイブを家に泊まらせてあげたのは寝るまでの一人の世界が寂しかったからではないでしょうか次にサビ前の歌詞についてですが前作の 映画、隅っこ暮らし飛び出す絵本と秘密の子。では、似た境遇のペンギンとヒヨコのシーンで、同じだよ、というシーンがありました。今作でも、トカゲとファイブのシーンで、同じだよ、のシーンがありましたね。サビの歌詞を見ていきましょう。願いを叶えてくれるかもしれない、魔法使いたちが現れた夜の、隅っこたちのこの様子がパレードなのでしょうか。 隅っこのキャラクターたちは、それぞれ願いを持っています。食べ残されたトンカツの願いは食べられることです。寒がりの白マの願いは、暖かい場所に住むことです。それぞれの願いは互いに関係ないものですが、ファイブが間違えて、みんなの願いを消してしまい、笑い合った時は、みんなで一つになれました。2番の歌詞も、同じようにトカゲとファイブに当てはめて、 聞いてみてください。ラストの歌詞です。まん丸の月が君の目に映るという歌詞は、満月の夜に兄弟に置いていかれてしまった。ファイブのことではないでしょうか。クライマックスのパレードの後、映画は終わりました。そこにはポップコーンが転がっているのでした。